エネルギーが流れているのを感じますか？興味深い12時間を過ごさせていただきました。私たちが待ち望んでいたコロナ大量放出がついに起こりました。直撃ではなく、地球の真正面に来ました。あたかもボートが水中であなたの近くを高速で移動しているかのように、航跡を残すことについて考えてください。その波に跳ね返されてしまいます。同じことが私たちの地球上でも起こり始めています。私たちは太陽風の速度が増加し、波のようにエネルギーが入ってくるのを観察しました。私が投稿している間もこの現象は続いています。ですから、自分の中にエネルギーの満ち欠けを感じても驚かないでください。多くの人にとって、それは長い夜だった。このようなエネルギーの波は一日中続きますが、強度は減少します。私たちの周りにはまだ、より巨大なエネルギーの基盤がありますが、太陽時間自体は、東部標準時間の夕方に向けて静かになります。しかし、私たちは予期せぬことを予期しなければならないので、今晩、早朝にかけてさらに大きなエネルギーを受け取ったとしても驚かないでください。私たちは火星と金星の合に来ています。その後、金曜日の夜遅くから土曜日までフルスノームーンが続きます。今週はさらに大きな太陽イベントが起こる大きな週です。水、静かな熟考、グラウンディング、そして自分の真実の中にいることが、これまで以上に重要になったことはありません。あなたは、とてもパワフルで素晴らしいので、信じるだけで、それはあなたのものになります。今日は、自分が使う言葉、考え、感じる言葉に注意を払うことを、提案してもいいでしょうか。言葉には波動があります。彼らはあなたのポケットリアリティを創造します。自分自身を認識することで全てが変わります。今思ったことや言ったことを削除と言って片付けてから本当に使いたい、感じたい言葉や考えで台本を書き直すことができることを忘れないでください。あなたが全てをコントロールします。いつもそうですよね。あなたに愛と光を送ります。神よ。